こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、群馬県に来ております。いろいろなところに行きました。まずはですね、これより以前の動画を概要欄 URL よりご覧いただけたら嬉しいです。今回の動画はパート5になりますね。いろんなとこに行きました。吹割の滝、水上温泉、谷川岳、土合駅、そして先ほど川場、田園プラザに行ってきました。そしてですね、これから前橋駅近辺のホテルに泊まりますので、これから40分ぐらいドライブしてチェックインする予定です。本当に今回の群馬の旅は楽しみ尽くしましたね。そしてこれからまた居酒屋で楽しめるという、なんという旅になるんでしょうか。だいぶ疲れましたけれども、ここから安全運転で前橋駅に向かいます。てい、ねあいは奥千万のぶらさまき、まばゆくらいにひどちりくちゃだ。ねあいは奥千万のぶらさまき、群馬来ると見えますかね、この青空っていうお店の看板、すげえ見るんですよね。さっきもね、どっか遠くの方から見ましたね。行ってみたい、青空。前橋市街入りました。都会だな。もうそろそろホテル着きます。到着しました。本日宿泊のコンフォートホテル前橋さんです。それではチェックインします。チェックインしました。お部屋紹介です。はい、十分な広さです。こないだ栃木で泊まったダイワルーネットが良すぎて、若干狭く感じちゃうですけど、もう広いですよ。テーブルとソファーが別にあるっていうのはすごく助かりますね。窓から見える景色がこちらです。正面に見えるのは前橋駅かな。一回も来たことないからわからないな。ホテルから街を見下ろしてるんですけど、人が全然いないな。時間帯の問題か、これは。よし、ゆっくりします。現在5時前なので、1時間ぐらいゆっくりして、まだ居酒屋の検索をしてないので、居酒屋調べて夜ご飯を食べに行きます。居酒屋決定いたしました。こちらの部屋からですね、見えるんですよ、真下。はい、鶴吉さんでいいのかな、という居酒屋さんがですね、すごく安くて有名みたいなので、行ってみようかなと思います。あまり安すぎると客層とか気になりますけれども、まあ有名みたいなので試しに行ってみます。歩道橋とか何年ぶりに渡るんだ。もう下手したら何十年渡ってないかも。歩道橋新鮮で楽しいな。5時過ぎぐらいなんですけどね、先ほども言いましたが人がいない。いいですね、お店空いてたらいいわ。着きました、入りまーす。なんか緊張するな。2名で伺ったんですけれども、カウンターしかないと言われまして、テーブル席が良かったんで出ました。まあカウンターでも良かったんですけどね、ゆっくりできないの嫌なんで、まあ人気店ですからしょうがないですね。他のお店選びます。前橋って駅前にあまり居酒屋さん飲食店ないのかな。調べてみたんですけど、結構遠いところも多くて、でもう外なんで、ここでいろいろ居酒屋を探すわけにはいかないので、ホテルの真下にあったチェーン店千年の宴に行きます。もうしょうがないわ。これは観光地に来てあえてチェーン店に入るというのは最高極上の贅沢だと私は思ってます。それではお邪魔します。チェーン店の安定感、そして個室というのがやはりでかいわ。ビール来ました、乾杯、いただきます。これ飲み干しちゃうわ、一口で。枝豆、チェーン店の量ですね。
安心します。締めさばきました。これはかなり量が多いです。レモンサワー、これいくらだと思いますか？なんと6時まで99円です。焼き鳥来ました。さすがチェーン店ですね。手羽先ヤギだそうです。初めて食べます。ごちそうさまでした。軽く酔いざましに前橋駅行ってみようかな。今もうほぼ駅前なんですけど、やはり駅前にあまり飲食店ないパターンですね。これは駅前で24時間500円という破格のサービス、こっちに止めた方が安かった。現在午後の7時ですね。人がいない。いやーいいな、これはいいわ、大好きです。駅前にあるこのショッピングモールなのかな、こちらに行ってホテルに戻ります。前橋駅前探索し終えたのでホテルに戻ります。部屋に戻ってきました。ほんと素晴らしい街ですね。駅前のあのショッピングモールビル、もう売り上げが心配になってしまうぐらい人がいなくて、ほんと静かな街なんですよね。喫茶店のプロントで高校生がね、ほとんどの席を占拠して勉強してたのがすごく印象的な光景でした。いやー、もっと前橋駅に関して調べていろいろ動くべきだったかもしれないですね。これはですね、先風呂入ってしまうか、そしてその後に酒でも飲みながら動画編集でもしようかな。風呂出ました。昨日の温泉並みに気持ちよかったかもしれない。今日は動き回って汗もかいてだいぶ疲れてたので染みましたね。まだ時間は9時前なんですけれども、夜10時か11時ぐらいまで頑張って動画編集して、ポチポチしながらですね、ゆっくりしようかなと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。朝7時半です。ぐっすり寝ました。そしてですね、今日は珍しく、朝食を食べに行こうと思います。なぜなら無料で朝食が食べれるからです。いただきまーす。
ごちそうさまでした。すごく美味しかった。あまりこういうホテルで朝食朝起きれなくて食べたことなかったんですけど、食べるべきですね。スムージーも飲めたし、鶏肉とかもねすごく美味しかった。ゆっくりしてチェックアウトの準備です。チェックアウトします。コンフォートホテルさん、かなり快適で美味しい朝食ありがとうございました。そして今回の群馬県2泊3日の旅も終了となります。本日も天気が良くて、珍しく旅行中すべて晴天という最高の天気に恵まれて、様々な観光地にも行けて少しバタバタとしましたが、思い残すこと何一つない旅行でした。群馬県久しぶりに来ましたけれども、まだまだ行けてない観光地も多いので、雪が降る前にまたぜひ来てみたいと思いました。それでは本日もゆっくりドライブしながらキロに着きます。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。